もしれないから。本日は二の倉さんにお邪魔してまいりました。一品目はタケノコと牡蠣に生海苔のあんかけをかけたものです。この一品は鍋が置かれた瞬間から生海苔の香りが立っており、土台となる出汁の味もしっかりしていた非常に美味しい一品でした。こちらは本日握りに使うというネタの一部。パッと見何があるかわからなかったですが、目が幸せな気持ちになりました。二品目は平又ポン酢薬味がけ、黒七味が非常にいいアクセントになっており、まあ、それらが印象的な香りのいい一品でした。三品目はサーキュレーターで脱水したホタテにアスパラと自家製のからすみを削りかけたものです。脱水しているおかげか非常にホタテの甘み旨味が引き立っている印象的な一品でした。これはすごい美味しかったです。また食べたいなと思いました。続いての品は、スズキの薫香焼き、あん肝を巻いたものだそうです。魚とあん肝を一緒に食べるという食べ方で、まあ、通常の出し方が嫌でいろいろ考えた結果これになったということでした。ちょっと大将の性格が出ている一品なのではないでしょうか。香りと甘み、あん肝の食感が抜群に合う。ロッシーニから連想してこの品ができたということです。続いて今作っている料理がこれはですね、タチにパン粉をかけていて、タチは冷たいものなので冷製のタチフライという名前で出てきた商品です。これ僕行く前に他の方の YouTube で見ていたんですけど、最初何作ってるか全然わからなかったんですけど、動画見て納得したものがこの日食べれたという非常に貴重な体験をさせていただきました。一口で食べると後悔する。一口で割ってからでしゃりてだ。続いてはカズチークリームチーズとカズノコを合わせたものに非常に香り高いトリュフオイルがかかっている一品です。先ほどのタチフライもそうなんですけど、どの一品も香りがすごい際立っている料理が多くて、香りに気遣ってるお店なのかなって思いました。動画で見て想像してたのと全然違う。ここから握りに入っていきます。カウンターの席しかないので、こうやって大将の仕事ぶりを見ながらっていうのもいい体験だなぁと思うんですよね。ちょっとこのまましばらくカウンターの大将の所作を眺めながら早く握り見たいよっていう人は少し飛ばして見ていただければと思います。で、これはガリではなくガリで作ったガリフラワー。大将の顔、二の倉さんは普通のガリが出てこないんです。思いを馳せて、次に一品目はネギマ。江戸時代のネギマ鍋から連想して作った握りだそうです。黒七味と焼いたネギの香り、マグロのポテンシャルが非常に高く出ている。想像しておりか、マグロの温度もすごく気が使われてて美味しかったです。二品目は白甘鯛。
まあ、新鮮な白甘鯛で淡白な味が、ああこれから握りが始まっていくぞっていう気持ちにさせてくれました。握り3貫目は釜トロ。お酒なんだけど、これはもう生酒だから、ね、高級な霜降り和牛を刺身で食べてるかのようなうまみ、たまらなかったです。これはですね、次のスペシャリテということで、イカをハンダゴテで炙ってるんですけど、このハンダゴテ、あのちゃんと食用に加工されているものだそうで、人体に害はないです。これは焼いてるわけではなくて、香り付けのために炙ってるという表現もちょっと違うようなんですけど、本当に香りをつけるためだけの作業だそうです。すごいですね。家では嗅げない匂いで、あの美しい。来ました、イカの握り。うわ、この握りはもう炙ったような食感とかはなくて、本当に生のイカに炙った香りがあった。続いてはシマアジ。皆さん、シマアジが高級魚な理由知ってますか？歯がなくて釣れないからだそうです。本当かどうかは分かんないです。続いては下処理がものすごく丁寧にされたホッキガイ。全く臭くなくて生きているホッキ貝、美味しかったです。エビかける。では甘エビ、エビの粉をかけたものです。剥いたエビがかわいそうだからということで、エビの粉にして振りかけているということです。殻をこの優しさが美味しい握りを生み出すための秘訣なのかもしれないですね。全部の料理の香りが強くなる。季節のスペシャルで桜松、それをラズベリーのジャムで。続いての握りは季節のスペシャリテということで、桜松にラズベリーのジャムをかけたものです。これもさっきの握りは香りをつけるためだけの皮をほんの一部パンダゴテで炙ったものです。むっちり濃厚で、ガスバーナーで炙ってる香りとはやっぱり違って、ここでしか食べられない味なんだなと、いい匂いするわ、しみじみ感じました。今香ってきた。これはもう説明いらないです。めちゃくちゃ美味しいウニです。手が美しい。これ手で受け取ったらいいですか？はい。これもう宝石と言っても過言ではないですね。醤油とか何もつけないでそのまま食べてくださいっていうことでした。続いては甘口のイカのつみれ汁。この味わいだともう終盤なんだなって思いました。最後の握り、温かんぴょう巻きです。あったかいおかげで柔らかくて噛みちぎれました。ラストデザートはカズチーです。これもカズチーなんです。カズオさんが作るチーズケーキだからカズチーです。あ、なるほど。そう。おめでとう。まあこんな感じでコース一通り終わって、ネギマとタチフライをおかわりして、この日は終わりという感じになりました。二の蔵の大将さんはもう聞いたことを全部丁寧に喋ってくれるし、教えてくれるし、見て楽しい、嗅いで美味しい、食べて美味しい、喋って美味しい、そんなお店でした。途中食べたカズチーは持ち帰りもやってるそうで、そのうち買いに行きたいと思います。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。